UH-1N ツインヒューイアメリカ海兵隊の UH-1NUH-1N ツインヒューイは1969年4月に初飛行した中型分用ヘリコプターである。ベーベル社製の本機は1名のパイロットと14名の乗客分を合わせた15席配置があり、乗客に代わって貨物を搭載する場合では6.23。 立方メートルの収容能力がある。機械吊り下げだけでは 2268kg が輸送できる。か -1M ツインヒューイが原型で CH-135 ツインヒューイとしてカナダ軍から最初に発注された CH-135 ツインヒューイベル205の胴体を引き伸ばしエンジンをツインパック方式に強化した。 ベル210には、もともとは、カナダ軍向けに開発され、カ -1N ツインヒューイの名前が与えられていた。後に、カナダ軍は、新しい命名体系を採用したため、本機は CH、CH-135 ツインヒューイという、新たな名前が与えられた。カナダ軍は1968年5月1日に、開発を承認した。50機を購入し、 1971年5月に引き渡しが始まった。アメリカ陸軍も、自軍向けにツインヒューイの購入を計画していたが、会員の軍事委員会議長、エルメンデル・リバーズによって反対されたため、取得が危ぶまれる事態となった。リバーズは、ツインヒューイのエンジンが、カナダ製のプラットホイットニーカナダ PT6T であることから否定的な立場を取った。カナダ政府は、 アメリカ軍の兵役逃れを受け入れていたように、アメリカのベトナム戦争への関与を支持しておらず、東南アジアに対するアメリカ政府の方針に反対していた。また、リバーズは、エンジンの取得がカナダとの貿易赤字になることも問題視した。議会は、PT6T の代替に T400 エンジンの獲得を確定した場合のみ、ツインヒューイの購入を許可した。その結果、 294機のベル212が発注され、1970年に引き渡しが始まった。アメリカ軍は、カナダ軍と異なり UH-1 の公式名称である色ロコイスを UH-1N でも採用したが、アメリカ軍の将兵たちは UN-1N をヒューイ、またはツインヒューイと呼んだ。ベル412は、ベル212から、 さらに発展したヘリコプターである。大きな相違は、メインローターのブレードを複合材製の4羽にした、ことである。HH-1N のローターヘッド2機の、プラットホイットニーカナダ PT6、ターボシャフトエンジンの2本のタービーン出力は、PT6T-3、T400 ターボツインパックによって1本の、 ローターシャフトへまとめて出力され UH-1N のメインローターを駆動する。それらは最高 1342kW を生み出す。たとえ片方のエンジンが停止しても残されたエンジンが30分間なら 671kW の力を最大荷重下での巡航継続が求められる状況なら 571kW の力を発揮できる。 アメリカ海兵隊は保有する多数の UH-1N に対して飛行中の安定性を保つためにローターヘッドにサーボ入力を与える安定制御増大システムを加える改修を施した。この近代化改修ではコンピュータシステムが安定性を保つことでメインローターヘッド長部でジャイロとして働いていたスタビライザーバーを取り外すことになった。 アメリカ海兵隊の UH-1N は2003年のイラク侵攻の間、海兵隊によって運用された。UH-1N は地上の海兵隊部隊のために偵察と通信サポートを行った。それらはナーシリーアでの激しい戦いでは、近接航空支援も求められた。 1972年3月6日にアメリカ海軍第6南極開発隊のハインドリック V ゴリックは UH-1N で2500フィートの高度からジャンプした。これは南極大陸におけるパラシュートのスカイダイビングの記録を作った。1989年にエジプトの多国籍監視軍へ参加した。 カナダの CH-135、ツインヒューヨーオーストリアのベル212イタリア空軍の AB-212 フィリピン陸軍のベル212、陸軍航空隊の R1 トルコのメルスイン、国立博物館に展示されている AB-212、アストワット、アメリカ空軍の UH-1、エヌアンゴラアルゼンチンオーストリアバングラデシュバーレーン、ボリビアブルネイカナダコロンビアクロアチアエクアトル。 ギリシャ、グアテマラガヤ、ナイラン、イラク、イスラエル、イタリア、レバノン、リビア、マルタ、モロッコ、ミャンマー、ペルー、フィリピン、サウジアラビア、シンガポール、ソマリア、韓国、スペイン、スリランカ、スー、団体、チュニジア、トルコ、ガンダ、アラブ、首長国、連邦、イギリス、アメリカ、合衆国、ルグアイ、エメン、アメリカ、海軍、HH-1N のコックピット出展、USMCUH-1N ファクトシート、 ザインターナショナルディレクシュリーオブミリタリーエアクラフト2002から2003初言性脳武装。ありがとうございます。